しくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、今回のこの規模の大きさにちょっと本当にブルブルしてます。これだってほんまにうまいこと言ったら世界ですからね。もうそこはちょっともう笑い声だけでも声が出てます。新田のどかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなパフォーマンスを、そうですね、決して綺麗な声ではないですけれども心から歌を歌いたいと思います。ショーパブというところで働きながらもう本当毎日歌ってて大好きでした。本当にこのジャパンゴットタレントに応募したきっかけが首の後十靭帯骨化症っていう難病に遭いまして、これがいつ首から下が動かなくなるかわからないんですよね。私の中で子供たちにママが歌ってる姿を見せてあげたい、ステージに立ってるところを最後の最後まで見せてあげたいっていう気持ちがやっぱり自分が動けなくなった時に見返した時にすごいママだったって思われたいから、だから絶対に一番になりたい。ごめんなさい。私のそのこう生きてきた証だったり残るっていうのはあの子たちの未来にとって何かのきっかけになってくれたらいいなと思います、はい、歌のハードルだいぶ高いですけど存じ上げております。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。若さなど無駄にして暮らしてた。恋と自由に生きていた。タレントに参加したんですか。2年前に、私難病になりまして、このまま進むと多分首から下は動かなくなると思います、正直2年前までは歌ったり踊ったりしてました、でもちょっともう難病になった瞬間に2年間諦めて、まあ、塞ぎ込んでたら夫がこのオーディションだけ受けてほしいと言ってくれました。浜田さんどうした？泣いちゃう。泣いちゃう。じゃあ浜田さんから、はい、はい、
イエスかノーのジャッジお願いします。これはもうイエスです。もう一瞬で心がつかまれました。イエスです。ありがとうございます。これからもしっかり家族と病気と向き合って、さらに磨きをかけてほしいと思いますので、ノーにさせていただきます、はい、なるほど。高幸の言っていることって、おそらく高幸も僕らも一番最初歌い出した時はうわって思ったんですよね。でそこから最後までこう同じ状態で続くんじゃなくて、もっともっとこの人一体何が出てくるんだろうっていうことを届けてほしいって、終わりに向かってもっともっと感動できるものができると思うんですよ。ありがとうございます。それをこれから頑張ってやってください、はい。僕もノーです。はい、また必ずチャレンジしてください、はい。もっとパワーアップした姿でお会いできるのを待ってます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやもう続けます。やり続けます、まあ、いや本当良かったです、はい、これからも頑張って歌っていってほしいです。ありがとうございます。